さんが大変だ。先日とある動画でとんでもない告白、何やら体調不良続いてたらしく、体調崩したら体調不良で仕事欠席、何やら初期症状出たらしく、ちゃんと病気の初期症状やったわ。ええアピールするけど、おおしてるのかよ。俺もそれの初期症状、付き合う系のさ体調不良、スタッフたちもどよめく。まあでも初期症状って言ったら重度じゃないから、まあまあちょっとゆっくりな。重度じゃないが粗品さん本音は31位で、ちょっともうしんどいわ、病気やわ俺、なんかもう疲れてるで、休んでるでこれから。多分そうなると思う。視聴者ガチで心配する、ずっと体調悪いと言ってたもよね。そんな中なんと粗品さん体調不良でどうぞ仕事をキャンセル、オフトとかもあったもよね。せいやも心配してるよ、世間が心配ピークの中、久々に動画で復活復活。お待たせ、世間はやっぱとんでもない大量かと思ったら、今回のこの休みに関しては、今回は某感染病ですね。今日は付き合ってっけの病気と、今回の休みはまた別と、とにかくなんか大病患ってるんちゃうか。そんなテンションで多分心配をおかけしたのが本当に胸痛くて申し訳ない。今後も付き合ってく気は付き合っていくしかないようで、ただ今は元気です。今もうとにかく今元気やし、世間は安心しつつも心配、あやなんさんが大変だ。久々にポスト再会で大荒れ、報告として再び魂が叫び出し、インスタ再開すると、抱いてた皆さんはさぞつまらん人生を送ってるから、あやなんの人生のため傍観しない、インスタフォローをお願いするも、圧倒的に叩かれ、圧倒的に叩かれて、久々ヤフーニュースにもなる、さらにその後芝優斗の家族画像と、またまた長文ポスト、要はここんとこめちゃめちゃ大変だったが、いろんな人の支えで元の自分に戻った、芝優斗は夫婦じゃないけどずっと家族、生まれ変われたからまた見てほしいと、案の定圧倒的に叩かれる、とにかく東海芝優斗香川ランデと、東海の執念で芝優復活あるかもしれんから、その邪魔しようとしてるだろうと、東海オンゲアさんが大変だ。11周年記念の動画にて、トントンあの男が帰還、芝優だ。第一声はいやどうも、東海の芝優だ。光栄実さとメンバーにいじられる、とはいえ視聴者歓喜の嵐、あの人の邪魔は全く揉めないもんよ。セイキンさんが大変だ。セイキンさん実は最近噂になってこと、本当は実在しないんじゃないか、というのも最近セイキンさん様々なミームが生まれたり、先日ヒカキンの重大報告にて、セイキン死亡説が巻き起こったり、その中エア説実在しない説が待ってる。そして今回それについて研究と鳴らす、弟に操られている説なんていうのもありますが、これも何を根拠に言ってるのかよくわからないですね。セイキンが実は実在しない AI なのではという噂が最近本当にたくさんネット上で流れています。そうして衝撃の告白する、私セイキンが実体のない AI であるという噂は本当ですと思ったら、横から本物が、今喋ってる僕がセイキンですと思ったら、さらに横からセイキンっていうのも AI なの、つまりこれが全部 AI だった。
を種明かしするほんまの正義、要は今回自分で AI 作るという企画。